はい、皆さんこんにちは。フリーランス向け集客支援スクール大人企業専門学校学長の北野です。今日はですね、実際僕自身がですね、まあ昔フリーランスをしていた時ですね、まあ23ぐらいの時ですけども、に年収1000万を超えた時にですね、具体的にまあ何をやってきたのか、で、その中でも僕はこの3つのスキルがあったから、23歳ね、まあ年収1000万っていうのをですね、まあ超えることができたんじゃないかと、まあいうね、今日は話をしていきたいと思います。で、今日の動画最後見てもらうことで、実際にフリーランスとか、これがね、コーチコンサルタントとか、デザイナーだったりとか、クリエイター系の仕事をして、いろんなフリーランスの人いると思うんですけども、年収で1000万を稼ぐために何を具体的に今から固めていけばいいのかっていうのが具体的に分かると思うので最後に見てください。でまずね、そもそも年収1000万を超えてる個人事業主の割って皆さんこれどれぐらい割合知ってますかっていう話なんだけども、実際にこれ国税庁のデータ、まあ5年前のデータかな。で実際見てみていただくとですね、年収1000万を超えてる事業主でまあ確定申告してる人っていうのはわずか 4.6% しかいないわけですよ。だいたい 4% 100人のフリーランスのうちの4人しか1000万を超えてないというデータが出てるわけですよ。じゃあ残りの96人どうしたっていう話ですよね。でその中でもよくよく見てみると、その 96% の中でも大体年収が200万以下の人がほとんど大多数なわけですよね。で、実際もちろん年収0円の人はそこに含まれていないから、全く稼げてフリーランスってものすごいたくさんいるわけですよ。じゃあ、フリーランスって本当はちゃんとやればすごいね、晴天上に収入を上げていくこともできるし、お客さんに感謝されながらですね、収入を上げていくこともできるんだけども、なぜみんな稼げないのかっていうと、僕はこの3つのスキルが欠如していることが原因だと思っております。で、僕もね、最初2年間ぐらい20歳から始めてビジネスやで全然稼げませんでした。23の時花開きました。この3つのスキルをね、ちゃんと全て点と点がつなげたことによって1000万稼ぐことができた。じゃあ、そのスキルを話していきます。まず1個目のスキルっていうのがリサーチ力になります。で、これはですね、皆さんがビジネスをするときに、これデザイナーでもいいですよ、ダイエットコーチでもいいですよ、ファイナンスでもいいですよ、もう本当にコンサルタントどんなビジネスもそうです。お客さんの悩みをリサーチする力っていうのが実はビジネスを生み出していくですね、原石になっていくことなんですね。で、これはですね、例えばどういう風な言葉遣いがお客さんに刺さるのかだったりとか、例えば今だったらね、まあ、夏今暑いですけども、女性誌とか撮ってみるとですね、例えば、女性向けのですね、結構化粧品だったりとか美容系の雑誌っていうのは結構美白をテーマにした雑誌が多いんですね。で、そういう雑誌とか一つ見てみるにしてもですね、それを手に取ってみることで、例えば女性向けビジネスをしている人だったら、女性っていうのは夏の時期はこういう悩みがすごい多いんだなっていうのもすごいやっぱりリサーチで分かったりするわけですね。例えば僕らとかだと最近黒ずみサロンとかエステサロンの事業も展開していったりしてますけども、で、だってみんな悩みをリサーチするわけですね。で、実際悩みをリサーチしてみると、まあ大体女性の悩みで顔の周りの悩みでやっぱり多いのが、20代と30代でやっぱ多いのは肌のシワの悩み、そして黒ずみの悩みっていうのが多いわけですよね。で、その実際黒ずみの中でもどこが一番悩むのかって言ったら、やっぱ鼻っていうのを実はアンケートをリサーチしてみるとやっぱり多かったとっていうところで、鼻に特化したじゃあ黒ずみサロン出してみるとどうかだったりとかもそうだし、あとこれからでもビジネスして商品を持っているよって人でもですね、お客さんが具体的に何に悩んでいて、それに悩んでいる人はどれぐらいの人数いて、でその中でライバルはどれぐらいいるのかって全てリサーチ力なんですね。で、このリサーチなくして感覚でビジネスしていると本当に 100% 失敗しますので、ぜひこのリサーチ力をつけていくというのを意識してほしいなというふうに思います。2つ目、営業力です。営業力っていうのは、まあ、よく言うとね、これ商業をお客さんに売り込むだったりとか、ゴリゴリに商品営業するみたいなね、なんかよくオールバックのですね、黒光りの営業マンが保険売るみたいなイメージある人いるかもしれないけど、そういうのではなくて、しっかりとお客さんに価値を伝える力ですね。で、営業力ってのは僕は付加価値を伝える力だと思っていて、商品の説明をね、する人って世の中すごい多いんですよ。例えばね、じゃあここに、お花があるじゃないですか。で、この花瓶をね、じゃあ僕が皆さんに売るよってなった時に、いや、この花瓶はですね、すごいね、ここのこういう素材を使っていてですね、すごいこれ高いんですよね。で、さらにこのお花っていうのはですね、こうでこうでっていう話をしたとしても全然響かないわけですね。というよりも、例えば、じゃあ、この花をお客さんに売りたいとして、もし相手が女性の方だったりとか、まあ、男性だったりしたら、じゃあ、これからね、じゃあ、彼女とさんとデートなんですかと、あ、そうなんですかと、じゃあ、ぜひこのお花一つ、一にいかがですかと、っていうね、理由を持っていくとした方が、あ、この花を、お客さん買うことによって、彼女に喜んでもらえるかもしれないとか、そういったことですね、付加価値っていうのは。であったりとか、あとは実際に、例えば、うちの大人企業専門学校とかだったら、実際に、まあ、集客のやり方だったりとか、商品の作り方全部教えたりとか、運用代行もついたりしますけども、うちの学科に入ってお客さんは本当に得たい未来っていうのは、フリーランスとしてしっかりと収入を安定して稼いで家族を安心させてあげたいであったりとか、もっと好きなことをしていきたいであったりとか、あと自分の大好きな旅行ですよね。旅をしながら、仕事もして時間と自由を両方手に入れたい、そういったゆとりのある、人生を手に入れたいとか、誰かに感謝されたいとか、やっぱそういったところがやっぱ、ね、望みだったりするわけですよね。っていうところをしっかりとダイレクトに解決してあげられるような、付加価値のある、含みを持たせたそういった提案力っていうのをやるとですね、同じ内容をね、商品販売してるのにこの人はめっちゃ売れる、この人は全然売れないっていうね、この差やっぱそういうところにあるので、提案力というのを身につけていくことがすごい重要かなというふうに思います。3つ目、情報発信力ですね。これ情報発信っていうのは、もう僕昔あった、まあ、アメブロから始めて、まあ、そこから、まあ、昨今だったら、もうブログであんま集客できなくなってくる。まあ、インスタグラムだったりとか、そういった SNS でとにかく自分を発信をしていくってことですね。で、これをやることによって、今商品あるないとか、本当にマジで関係ないので、もう自分の価値観だったりとか、自分の日常思いに共感をしてくれる人っていうのをですね、一人でも多く、そのフォロワーとして集めておくっていうのはすごい重要なんですよ。
ってなった時に、もしあなたがね、1年後パン屋さんやりたいってなるかもしれないじゃないですか。美容室経営したい。わからないじゃないですか。もしかしたらコンサルタントになりたいとか、お料理教室開きたい。なんでもいいですよ。自分のファンでいてくれるお客さんがある程度一定数いてくれることによって、その人に対してはどんな商品でもある程度売れてしまったりするわけですよね。やっぱりお客さんっていうのはファンにならないと商品は絶対買わない。でもその人のファンになれば、その人が勧めるものだったら、やっぱ信頼関係ができているので、やっぱどんな商品でもある程度やっぱ売れていくと。まあ、最低の需要があればね、ということになりますので、まあ、今のうちからしっかりと見込みのお客様だったりとか、ファンの人をしっかりと日々のね、商品がなくても、自分のプライベートとかの発信をしていくことによって集めていくっていうのがすごい重要になりますと。はい。ということで今日はですね、この3つ、まずですね、リサーチ力、営業力、そして情報発信力、この3つをですね、スキルをしっかりと身につけたことで、僕はね、23歳でね、年商で1000万をね、優に超えることができましたよってお話をさせていただいたんですが、まあ、少しでも参考になった方はね、ぜひいいねボタン、チャンネル登録、また下の概要欄から LINE 友達登録していただいて、プレゼントゲットしてみてください。